人気女子ボートレーサー、大山千尋が年内のレース復帰が絶望的であることが10月26日判明。大山選手は10月24日丸亀ヴィーナス2日目12レースに2号艇で出場、2周目1マークで他艇と接触、バランスを崩したところに後続艇が追突、落水失格となった。その後、丸亀市内の病院に救急搬送。関係者によると骨盤を骨折しており、26日現在、手術の日程や全治は未定だという。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中でちゃんと実践してきた結果ですよ。